え、腰振ってって、マツコの世界で意味のわからんこと言わんといてあ、そうかそうか、こっちは竹炭の方で、こっちがきな粉で、こっちが抹茶なんだ。なるほど。うちも3つね、そ3つ、うん、はい。いや、このあの、ごまの風味がすごくいいよね。うん、美味しい、うん、体にいいんだって、竹の炭やから。竹炭やから、うん、そうなの、うん、浄化しますよ。竹炭はね、お腹も掃除するんですよ。腹黒いでのみんなそうそう、これ食べたら腹の中余計真っ黒になる。お主も悪よの越後屋の世界だないや、お主も悪よの越後屋の世界。